そういえば最近、俺も視線のようなものを感じることがある。その時、俺は一体どう対処すれば？しかし、汚え部屋だな。ただいま絶賛ステーキフェア中でして、こちらおすすめになっておりますよ。とりあえずこれで。はい、ポテトフライを一つ。あ、以上で。そろそろバイトしなきゃなんねえな。ごゆっくりどうぞ。これで300円かよ。しかも俺好みのしっとり系ロングサイズは1本だけ。あれか。はい。これ一本減ってるんですけど。ああ、長めのやつが一本あったと思うんですけど、ちょっとトイレ行ってる間に。何でしたら店長呼びましょうか。なんでもないです。誰だ俺のポテト食ったやつは。待てよ、まさか本当にストーカーがいるのか。この辺り一帯は無人の地区で、俺以外誰もいない。いや、ポテトフライ泥棒に間違いない。来ねえな。先生は一体何をしているんだ。2時間ほどあの姿勢のままだ。ち、結局現れなかった。気をつけろ。いろいろあって。ようやく会えたな。あ？お前をずっと探し続けていたんだ。俺はお前を探し、さまよい続ける。俺のポテトを盗んだストーカーは。あのポテトフライだ。食事も普通だ。お前が何度復活し挑んでこようが別に構わない。やるなら正々堂々と来い。先生。マジで来やがった。